え今日はトルクレンチ雑談をお届けしたいと思うんですけども、トルクレンチってですね、まあ、ピンキリですよね。ピンキリなんですけど、あの安くても全然使えます。はい、使えます。で、使える使えないものもきっとあるんですけど、あの使えるんですね。で、いいものいいものは大変にいいんですけれども、まあ一番正確なのはおそらくめちゃくちゃ値段が高くてですね、デジタル式のものっていうのがまあ一番。 正確なんじゃないかなと思うんですけどもそういうのって2万3万しますのであんまりこ,こういう数千の価格帯のものってもしかしたら不正確なんじゃないかっていうふうに皆さん思われるかもしれないんですけどもあの実を言うとですねこういうスプリング式のアナログのトルクレンチっていうのはですね例えば30だったら1割ぐらい。 弱いところでノックが入るようになっているんですねこれ実を言うはあのいろんなものを試してです、ね、みんなそうなっています、はい、だからこれ30で規定するとだいたい27とか6点いくつぐらいで、えー、カチッと言う,うようになっていますで、えー、例えばそれがちょっと、ね、延長とかを使うとです、ね、さらに数字が低く出ますので試していますだからえっ、ー、とね これがうちでいつも使ってるですね、純国産の東日というところが出しているです、ね、トルクレンチなんですけども、このトルクレンチと、これがあの後付け式のデジタルメーターですね、これでこれを測ってこれを基準にしてみましょう。で、例えば30で、30に規定しますね。で、えー、とここのさっきのですね、キャリパーのボルトを締めています。 だい二十27.7とか27とかですね、えー、そのぐらいの数字が出ますこれこの分の長さがあるので実際はこれよりも、えー、ちょっと強く締まっていると思いますので、まあ、おそらく28とかそのぐらいの、えー、数値で締められているんじゃないのかなと思いますこれが非常にこう基準ですね でちなみにオートバイで使う時のトルクレンチというのはですね大体トップでまあ40ニュートン、えー、もしくは60ニュートンぐらいあればほとんどのところが十分ですそれ以上のものになるとですねこういうアクセルシャフトとかになりますので割と90とかいきなりぶっ飛びますので、えー、そういうところはですねこういう大きいものを使うっていうのがあよろしいかなと思いますじゃあ僕がおすすめしているですね、えー、この安価なモデルですねの 締め付けトルクが例えば30ニュートンで規定しますねえ35になってるな30ニュートンに設定しましたで締めてみようと思いますうん だい,たいこのぐらいで出てます、ね、でさっきも言ったようにこの長さがかかはは入るとですね大体、えー、ュートン2ぐらいが0.5ぐらいの差が出ますのでまあ大体これも27.5ぐらい誤差的にはマイナス1割ですねこれは多分安全率的なところだと思いますはいねこの「勝ち」って言ってからどのぐらいでこう止めるかっていうのは人それぞれなんで ちょっと押しただけで今ピピって言ったと思うんですけどこれ30でアラートが出るようにしてるんですけどもほカチッと言ってからほんとちょこっと押しただけであの32とか33とかいっちゃうんですねだからこうカチッといって静止させるね,ねそのぐらいだと大体その静止させてぐっといかない範囲でも31.6とかになりますはい今ね数字が表示されてるんですけどもなので勝ちで一瞬で止めると だいいいた割減ぐら勝ちでもうそれ以上回らないぐらい軽く押さえてやっても今度30ニュートンをちょっと超える勝ちって言ってからちょっと動くくっほんとちょびっと動くぐらい押してしまうともう33とか4までいっちゃいますなのであの、まあ、そういう使用誤差を考えてもなんですけども、えー、これはあのまあまあ正確に出てますねで、えーまあ、そこまでね、えー、きちっとトルクをね 0.1単位まで、えーまあ、1単位までやりたいっていう人はですね、えー、デジタルをおすすめするんですけどもそこまでやんなくて大丈夫ですはい大丈夫ですで一つその皆さんにねあのお教えしたいことがあるんですけどもこれまあ見たことあると思うんですけどもよくネットで売ってる安いトルクレンチですはいでしかもこれあのだいぶ古いんですねだいぶ古いですなのでうちではもうすでに実を言ってですね現役を退いてい えー、いるものなんですけどもこれがね例えば30ニュートンに規定してトルコをかけてやるとどうなるかというとですねギュッと一瞬押えたとしてもカチッってやると22ニュートンギュッってやっても25ニュートンしか出ないんです、はい。これ1割以上の誤差が出ちゃってるんですね。 はい、つまりどういうことかというと、まあ、もしかしたら調整で治るのかもしれないんですけどこの中の,です、ね、そのトルクを規定しているスプリングがへたっちゃっててです、ね、あのきちんと精度が出てないんですね。 でこれうちで長年使っているのでもうこ,れこいつはもうあのかなり現役を退いていてこれあの何で残してあるかというとです、ねえー、こういう説明のためにです、ね、サンプルになるかなと思ってさっき引っ張り出してきたんですけどもこれあんまりねこういうその道具の使い捨てみたいなのは、まあ、僕自身も好きではないんですけども、まあ、調整を、ね、試みればいけるかもしれないんですけども、まあ、あこういう計測器計測するための機械っていうのはです、ね、ある程度こう安いもので古くなったらですね 交換すべきものかなというのはちょっと思いますね。あこれですか。これこれもねあの使い勝手いい,い,いけどあの使いが使い勝手は良くないかな。<laughs> あのなんていうかねやっぱねこう間がこう伸びちゃうエクステンションされるんでどこでも入るわけじゃないんですね。でここにさらにエクステンションカマ修正長くしてしてしまうとですねあのやっぱりトルク弱く出ちゃうのであんまりあんまりあれかなとは思いますけれどもね。であとやっぱ こう締めるときに締めるところからですねここのポイントがこう長くなってしまうとですねやっぱ力かけづらくなっちゃうんですよね、ぐらぐらしますのでまあこれは僕もその面白いから持ってるだけなんですけどもあんま正規の工具としてこれを日常的にトルク管理で使うというのはあまりお勧めしないですね。はい、というか感じです。はい、ね えー、というわけで、えー、今日はですね、えー、このトルクレンチですね二、えー、つあの有有有工具っていうのかなねだと思うんですけどもこれあのー、割とですねこうそ表面の塗装仕上げも良くてですね、えー、精度もちゃんと出てるので、えー、皆様にですねあのー、まあ三デー三デー工具というかですねまあ入門工具として、えー、おすすめをしたいなと思いましたはいこれ一個 あのまあ、こっちはねあの大きい大トルクに使うものなのでえこ,れこいつでこいつは60ニュートンまでしかないので。 これ以上のですね、締め付けトルクを測りたいなっていう方はですね、えー、こちらのですね、大きい方をですね、えー、お買い求めくださいで。オートバイのこういうですね、規定トルク関係をやりたいというのであれば、まあ、ほとんどの場合、これ60ニュートンもあれば十分です。はい、ふ普段使っているのはこの40ニュートンのほうなので、まあ、大体これでこと足りています。はいねはいえー、というわけで、えー、皆さん、えー、今日はですね、トルクレンチの話をさせていただきました。はい。 えー、皆さんのお役に立てれば幸いです。はい、えー、整備士二級の小平でございました。